はい、皆さんこんにちは。バルーンアーティストとしです。はい、今日は、はい、七福神の一人ホテイお醤を作ります。はい、よろしくお願いします。はい、では作っていきます。260フラッシュですね。フラッシュの先端を、12センチくらい残して膨らませます。はい、いきます。3センチの絞りひねりを作ります。はい、3センチの絞りひねりを作ります。はい、続けて8センチの輪ひねりを作ります。はい、8センチの輪ひねりを作ります。はい、はい、続けて8センチを作ります。はい、8センチを作ります。はい、3センチの絞りひねりを作ります。8センチの絞りひねりを作ります。はい、はい、8センチの輪ひねりを作ります。はい、8センチの輪ひねりですね。はい、で、8センチを作って反対側に絡めます。8センチ、はい、8センチを作って反対側に絡めます。はい、こんな感じですね。はい、はい、また8センチを作って、反対側に絡めます。8センチを作って反対側に絡めます。はい、8センチを作って反対側に絡めます。で、もう一回8センチを作って、反対側に絡めます。はい、8センチを作って反対側に持ってきて絡めます。はい、こんな感じですね。こんな感じです。今8センチが 4つですね。1、2、3、4。はい、8センチ4つ作ってまとめてますね。はい、はい、続いていきます。これをこう持ってきて、8センチのところに沿わせて、ぐーっと持ってきて、ここで、一回ひねって絡めますね。8センチのところに、8センチのところにこう沿わせて、で、ひねって、で、絡めます。はい、こんな感じですね。8センチのところに沿わせて、ぐーっと持ってから。で、後ろ側ですね。後ろ側の8センチも、ここからここに沿わせて、ぐるーっと持ってきて、ここに絡めて、切っておりますね。はい、切ります。はい、こう沿わせて、で、ひねりますね。で、絡めます。流れですね。ここに沿わせていると思います。で、残りは切り取りですね。はい、はい、続けてですね、260ブラッシュで、2センチの絞りを1つ2つ作りますね。1つ2つ。そして4センチの絞りを1つ作ります。はい、これを作りますね。2センチの絞り2つ、4センチの絞りを1つ、そして、10センチぐらい残して切り落とします。はい、で、これを、はい、この顔の部分ですね、ここの、この8センチに沿わせている部分と8センチの間、ここに通します、ね、ここに通して、で、ここから引き出します。いきます。ここに通して、はい、ここに通して、ここから引き出します。こんな感じです。ここから通して、そしてこの2センチ部分ですね。2センチ部分、
この2センチ部分をここの間に、少し入れ込みますね。はい、ちょっとやってみます。はい、こんな感じです。はい、ここの間に入れ込みました。2センチ部分ですね。2センチの白いジネーションをここに間に入れ込みました。はい、ここまで作りますね。はい、続けていきます。ターコイズグリーンの、260ですね、の先端を、11センチぐらい残して膨らませます。はい、いきます。3センチの絞りひねりを作ります。3センチの、絞りひねり、はい、3センチの絞りひねりを作ります。そして、13センチの輪ひねりを作ります。13センチの輪ひねり、はい、13センチの輪ひねりを作ります。はい、続けて、3センチを作ります。3センチを作ります。で、10センチを、1つ、2つ、はい、2つ作ったらたらこひねりです。はい、たらこひねりします。はい、続けて10センチをもう1つ作って、で、このたらこひねりの、中心に引っ掛けますね。はい、はい、こんな感じです。はい、で、10センチをまた作って、で、こっちに絡めますね。はい、まずこうで絡めます。はい、こんな感じですね。はい、今10センチが4つできましたね。1、2、3、4ですね。はい、はい、続けていきますね。3センチを作ります。3センチ、3センチの縛りひねりを作ります。3センチの縛りひねりで、13センチの輪ひねりを作りますね。13センチの輪ひねり、はい、で、残りは切り落とします。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、ラウンド 5S ブラシですね。ラウンド 5S を用意します。で、その中に、160で作った結び玉ですね。結び玉、はい、これを中に、入れます。はい、中に入れます。はい、中に入りました。で、これを7センチ膨らませます。はい、7センチ膨らませます。で、根元で結びますね。はい、7センチ膨らませて根元で結びます。で、今結び玉が入っていると思います。結び玉を、こちらと反対側で、使います。掴んだらひねります。ひねったら、160の切り残しですね、何でも大丈夫です。で、ぐるぐる巻きつけて結びます。はい、この状態ですね。ここに、この今160で結んでるところですね、をここに絡ませますね。そしてこの反対部分ですね、この口巻き部分のところを、ここから少しこの10センチを広げてですね、これぐーっとこっち側に持ってきて、はい、持ってきて、で、これをここに絡ませますね。はい、はい、こっち側に絡ませました。そしてですね、この10センチ2つですね、これをもっと広げて、このラウンドを少し挟むような感じにしていきます。はい、広げて挟むような感じにしていきます。はい、
こんな感じですね。ちょっと挟むような感じにしてます。こんな感じです。で、この3センチ部分ですね。3センチ部分。これをそれぞれこのラウンドのラウンドとブラッシュのラウンドとここですね、10センチの間に挟みます。ここですね。ここに挟みます。これですね。感じですね。まず片方の半分、はい、こんな感じですね。今片方だけ挟みました、はい、でもう片方も、ここにですね挟みます。これですね。はい、挟みました。こんな感じです。はい、はい、で、後ろの10センチ2つですね、はい、後ろの10センチ2つ、こっち側じゃなくて今挟んだここじゃなくてこの2つですね。この2つを少し上に引き上げますね。これを、はい、こんな感じですね。ちょっと上に引き上げます。はい、ここもですね、こんな感じになって、ここもちょっと上に、ここよりか高さが高くなってます。後ろの方ですね、はい、でここまで作ったら、はい、この頭部分をここに絡めます。はい、はい、頭部分を、絡めたところです。はい、こんな感じです。はい、ここまで作ります。そしてですね、はい、ブラッシュ260で10センチの輪ひねりを作ります。で少し長め残して切り落とします。これを、2つ作ります。はい、2つ作ります。でそれぞれ、この絞りひねりのところですね、こことここに、それぞれ絡めます。はい、はい、こんな感じになるように、右手がこんな感じですね。で、左手がこんな感じです。260カリビアンブルーですねの先端を16センチぐらい残して膨らませます。いきます。6センチの輪ひねりを1つ、はい、まず6センチの輪ひねりを1つ、はい、これを3つ作りますね。6センチの輪ひねりを2つ、はい、3つですね。はい、6センチの輪ひねり3つ作ります。で、3センチを作ります。3センチを作ります。で3センチを作ったらここですね、ここに、絡めますね。この残りを使って、これを使って、絡めます。はい、絡めました。はい、で、3センチを作りますね。はい、3センチ。で、6センチの輪ひねりを3つ作ります。1つ、2つ、で、こう。で、3つですね。こう。6センチの輪ひねりを1、2、3個ですね、はい、3つ作りました。で残りは切り落とします。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、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 いきます。260のブラッシュですね。ブラッシュで、まず3センチを作ります。で3センチの絞りを2つ作ります。はい、で13センチの輪ひねりを1つ作ります。はい、これを作ります。もう一回しますね。で3センチ、3センチの絞り、3センチの絞り、13センチの輪ひねり、そして切り落とす。はい、これを、作ります。ここ少し長めに残してくださいね。
そしてこれを、さらに2つ作りますね。もう1セット、はい、2つ作ります。でこれをそれ、これをそれぞれこの6センチの輪ひねり3つのところですね、のところにこの3センチ部分を絡めます。センチの輪ひねり3つのところに、絡ませました、はい。グリーン160ですね、の先端を、16センチぐらい残して膨らませます。いきます、はい、4センチを作ります。4センチで2センチの絞りひねりを作ります、はい、2センチの絞りひねりでこれを、はい、ここですね、この中心に加えます。でここの、ターコイズグリーンとカリビアンブルーの間をぐるっとこのグリーンで巻いていきます。ぐるっとこれで巻いていきます。はい、こんな感じにぐるっと巻いていきますね。で前に来たらギリギリのところでひねってこの2センチの絞りひねりに絡ませます。はい、こんな感じですね、はい、2センチの絞りに絡ませました。で4センチを作って残りは切り落とします、はい、4センチを作って4センチを作って残りは切り落とします。はい、こんな感じですね。でここを、しっかり切り落としておきます、はい。はい、こんな感じです。ぐるーっと一周、こんな感じですね、はい。はい、ここまで作ります。はい、はい、260ゴールドですね。はい、ゴールドで、3センチの絞りをまず2つ作ります。1つ、2つですね。はい、で10センチの輪ひねりを1つ、2つ作ります。まず3センチの絞りを1つ、2つ作って10センチの輪ひねりを1つ、2つ作ります、はい、で、3センチを作ります、はい、ここですね、3センチを作ります。で、3センチの絞りひねりを1つ、2つ作りますね、はい、そして10センチの輪ひねりを1つ、2つ作って切り落とします、はい、これを作ります。はい、260ゴールドですね。ゴールドの先端から、12センチぐらいを切り落とします。切り取りますね、はい、切り取ります。こっちが先端ですね。先端から12センチを切り取ります、はい、これを用意します。そして、ストローですね、はい、これ8センチに切ったものです。8センチ、はい、8センチに切ったストローをこの中に入れます。はい、中に入れます。で先端の方まで移動させます。こんな感じですね。今センターまで、移動してます、はい、ここですね。で8センチのところで結びますね、はい、こんな感じです、はい、これを作ります。でこれを、はい、これをここに絡ませますね。ここですね、ここに絡ませます、はい、はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。でこれをここですね、こっち側、右手側、ここに、差し込みますね。ここに差し込みます。はい、こんな感じです。差し込みますね、はい、こんな感じで、ホワイトラウンド 12S ですね、はい、ラウンド 12S を16センチ膨らませて結びます。根元で結びます、はい。これを今度は、左手部分ですね、ここに、通しますね。これ後ろから通します。
で挟ませる感じですね。こんな感じですね。こう挟まってます。はい、後ろから見たらこんな感じですね。で前から見たらこんな感じ。はい、全部ですね、こういう感じですね。はい、あとは顔とおへそ部分を描いて、完成です。はい、これで布袋和尚の完成です。はい、ぜひ作ってみてください。それじゃバイバーイ。